どうもマサスアウトドアチャンネルようこそマサニーです。そして健吾の堀田です。さあということで今回は、深夜さんと、2人でフリートークということで、ラジオ会ですね。よろしくお願いします。ちょっとね暑いんでコーラでも飲みながら、まあ皆さんもビールか、コーヒーかコーラか飲みながら、ラジオ感覚で聞いていただきたいんですけど、この前なんか僕知り合いが福井で古着のイベントしてたのを行ったんですよ。で品さんも知ってる方なんですけど親方、親方いるじゃないですか。親方僕会うの3回目ぐらいなんですけど、親方が YouTube 見てますと。で全 YouTube の中で深夜さんとマサ兄が2人で喋ってるやつが一番おもろいって言ってました。あいつ変わっとんな。全 YouTube で2人のトークが一番おもろいって言ってました。絶対そんなことない。いや絶対そんなことないな。あいつめちゃくちゃこれだろ。いやでも本当になんかそう親方でもそのこういう感じでもないじゃないですか。まあそうだね。でもシンプルに、そのやっぱ深夜さんのトークも、シンプルに面白いし、この自分が思っとることを言語化してくれてるなみたいなことも言ってましたよ。トーク一番好きって言ってました。フリートークが一番好きって言ってました。マサ兄のコーディネートには正直興味はないですって言われました。それ人それぞれなんだよね。それは別に全然ここで最上だと言ってくれる人がおるってことはちょっと良かったなとは思うけど、そうそれちょっと伝えたくて。だってなかなかね YouTube で一番面白いって言われることなんかないじゃないですか。ないね。相当嬉しかったそれ。これしか見てねえんじゃん。比べてねえよマジでっつって超嬉しいんですけど。ただまあそんな感じでトークをしていくんですが、まあ最近まあ我々はファッション大好き人間なので、こう最近のまあヴィンテージブームと言いますか、古着の熱量がちょっと異常なこう熱量にやっぱ感じることがやっぱ多いんですけど、まあ古着屋さんアンティークショップをやられてる深夜さんから見て、今のそのブームみたいなのはどういうこの受け取り方なんですか？なんか俺はそのもちろんそのなんていうかさ流れっていうか、今こういうのが人気で値段がバーンって上がっとるとか、もちろんそういうのはチェックはもちろんするんだけど、なんかもともとそういうものってやっぱりブームになったらさ、値段が急になんか倍とか3倍とか簡単にパーンっていくやんね。だからそうなるとなんかそのものの値段じゃなくなるっていうかさ。いや分かります、言いたいこと。だからまあ今で言うと T シャツが T シャツの値段じゃなくなっとるとか、もう全部っすよね。もうなんかまあそれがもう全部がそうなんだけど、そうなるとちょっとなんていうかそれに手を出しづらくなるというか、だからまあそういうものに似たようなものとかでまあそれよりも安く提供できて、でちょっと変わったとこがあったりとか、ちょっとこっちの方がかっこいいなと。っていうものとかあるわけやん、いっぱい見たらさ。そういうのを探すのがすごい好きやから。ああなるほど。だから俺は結構バーンって上がったものはなんていうか手つけんくなる方やから。ああもう撤退しちゃう。じゃあそれが欲しいんだったらこっちのどうみたいな、そっちの方に面白さをこう感じ取るから。ああなるほど。だからそういうセレクトをまあしとるつもりなんだけど、まあヴィンテージの良さはもちろんこう理解しつつ、このまあ今で言うともう対戦期がすごいとか、まあ50年代までのシャツがいいとか、まあ60まではこれはいいよねとか、まあデニムのインディゴの染料はここまでみたいなのもまあもうめちゃめちゃあるじゃないですか。あるある。まあ、その良さももちろんこう汲み取りながら、うん、いやいや80年代90年代でもこれはこのブランドのこれはかっこいいよとか、うんうん、こっちはスタイルこの、ね、90年代だけど70年代のシルエット再現してていいよねとか、うん、そういうのを探す方が今は面白いっていう感覚はまあありつつってことですよね。そうそうそう。だからまあなんかその単純にかっこいいものをこう紹介し続けたいというか、値段がかっこよくなるとねまあまあ提供もしづらいですからね。そう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 。だからよっぽどまあなんていうか例えばねそのお付き合いのあるディーラーとかにさ「じゃカーハートの W2 の黒全部買うから集めといて」ってね言ったりさできるわけやん。でもそのそれよりも確かにそれはなんていうのかな、まあ、人気もあるだろうし値段も高くつくだろうしみんなが求めとるのも分かるんやけど、はいはい、でもそれが欲しいけどちょっとそれを高くて買えないわっていう人たちもおるわけやん。なんだったらなんかそれとはちょっと違うけど、うん、こういうのもあるんだよみたいなのをこう見せていきたいっていうか、なんかそっちの方が俺は面白くて、だからなんか多分その今のヴィンテージブームの主流としてはさ、なんか多分そっちを集めるのが、はい、まあ絵的にもキャッチーだし。宣伝にもなるし引きは強いですもんね。引きは強いしね。だからまあ「はいそれが100本入りました」ってドーンってインスタに上げたらさわーってなるやん。なりますなります。なんだけどなんかそういうのをやりたいわけじゃなくてっていう。なるほど。結構その批判とかじゃないんですけどこうヴィンテージマウントみたいなのは多少なりともある方はおられる。じゃないですか。そこに何つうんですかね何の魅力もなくて、僕的にはそのまあありがちなんですけど古いがいいってなっちゃってる人もまあ一定数いるじゃないですか。あとアメリカ製じゃないから買わないとか、それやっちゃうとなんか自分で首絞めちゃってるのになとも思うし、そのベース買う理由ってかっこいいか、うん、かっこよくないかだけでよくないですかって俺思うんですけど、まあその価値は年代古ければそれは価値がある。玉数が少ないから価値があるのは分かるけどそれってかっこいいっけってやっぱ思う部分も僕はあるたまにあるんで、その買う理由とか着る理由っていうのはかっこいいかかっこよくないかの2択だけでしたらもっとファッション楽しめるんじゃないかなっていうのはやっぱ僕は見ててそう思うし、まあ、僕はそうしてるんで、うん、新品物も買うし着るし、うん、まあたまたま古着にこう惹かれることが多いっていうだけなんですけど、でもちろん新しいブランドを着ることもかなり多いんでもうちょっとこの間口を広げた方が楽しいのになって思っちゃう部分は、まあ、若干ありますよね。なんかその古いのしか着ないっていうのも、まあその人のこだわりだし、まあそうです。もちろんもちろんなんかそのね、新品物しか着ないっていうのもまあ、そのこだわりだからなんか別にそれに対してなんかを言うつもりはないけど、なんか俺もその古着に関しては、その新しい年代のものをまあ昔はね番組で USA じゃねえもちろん俺も思っとった。もちろん60年代じゃねえとかさもちろん思っとったけどなんかそういう買い物の仕方しとる時より今のこれかっこいいやん年代ももうわからんもはや昨日のやつかもしれんみたいなもうほんとそんなぐらいのやつでもかっこいいハワイアンとかさあるしありますよね。全然これでいいやんっていうなんかこれでいいとかじゃいう言い方がちょっと悪いけど、これがいいっていうか、かっこいいじゃんってことですよね。そうそうそう、要はだからなんかそういうので買い物するようになってからの方がなんか面白くなったし、で言うたらそのね、ヴィンテージも着る、新品もんも着る、言うたらその古着で言うとレギュラーものとかさ、もうなんかその年代も関係ないかっこいいだけでチョイスしたものも合わせてきとるっていう、なんかその感じが俺はなんかもう自分だなと思うし、そうっすよね。だからなんかその、なんだろう、個性って言えばいいんかね、それ。なんか俺は自分でそこに何十年もかけてたどり着いたから俺はそれが好きやし。やっぱりその今のブーム的にはそう分かりやすいヴィンテージが結構フォーカス当てられがちじゃないですか。それ価値も分かるし、まあそのそこの引力はすごいあるものの引力というか、あるある、すごいよ、すごいじゃないですか。ただ着れるか君って思っちゃうというか、そのアイテムのパワーと自分のパワーってあるじゃないですか。そいつのパワー、そのバランスめっちゃ大事じゃないですか。めっちゃ大事、めっちゃ大事。でも深夜さんもそうやっぱ思われます？めっちゃ思うね。なんかその気をつけてるところがあるんですか？俺より強いやつは着ない。ああ、なるほど。だからで僕がしたら深夜さんより強い相手もなかなかないですけどね。ファーストとか着てても普通なんで、その決まってるんで他に何あるっけって思っちゃうもんね。なんつなんかな、結局それもなんかね、自分のより下にこう持ってけるようになったから、そういうことっすね、そういうことっすね、いいっていうか、はい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 、こうやっぱどうしてもファースト着とる人はもうファーストが歩いとる時あるから、いやそうっすね、確かにアクセサリーとかもそうだし、まあどのアイテムもそうなんだけど、なんかやっぱりそれが歩いとる風にさ見えてしまう時があるから、確かにそうっすよね。そうなるとなんか自分じゃないやんね。ああ、はいはいはい、物ですもんね。物が歩いてるになっちゃいますもんね。ああ、なるほどなるほど。だからいかにそれをなんていうか分からせないようにするかみたいなさ。ああ、はい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 、なるほど。それに全力を注ぐんだけどね、俺は。そういうものを着るときは特にパワーが強いものを身につけるときは、いかにそう見せないか。そう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 。ああ、それを一番考えるというか、それがなんか。そういうものを着るときは本当にそれが一番頭の中で考えること。まあしんさんアクセサリーも結構小ぶりなもの多いですもんね、基本的には。あんまりこうドヤみたいなやつつけられないですもんね。そう。やっぱそれはそういう理由ですか？そういうこと。ああ、アクセサリーが歩いてるになっちゃうから。まあそうっすよね。いや僕その腕時計も好きなんで、人がつけてる腕時計よく見ちゃうんですけど、なんか。デイトナが歩いてるみたいな人やっぱいますからね。そのものはもちろんいいものだし身につけたいのももちろんわかるんですが、じゃあお前のパワー上げろよって思っちゃいますね、やっぱ。なんかただやっぱりその、今のヴィンテージのこう盛り上がりでさ、すごく今火ついて、すごいものになったものたちいっぱいあるから、だから15年ぐらい前とかだったら、なんかファースト着て歩いとってもまあ普通ではないですけど、まあ別にそんなに思わなかったんよね。なんか今ちょうどいいのが今で言うとブロスタグのショットのダブル着とるぐらいの感覚に近いぐらいじゃなかったっすか？なんかそんなにおっておっとは思うけど、そう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 、おおおとは思うけどぐらいだったんやけど、今はさもうそれ高級車ですもんね。そうそうそう。なんか俺2年ぐらい前かな、初売りの日にまあ初売りだしなんかちょっとかましてやろうと思って、ご自身がファースト着て何着とったか他ちょっと忘れ、白シャツかなんか中に着て、スラックス履いて、ファーストかなんか着とったの。まあかまそうと思って。まあ正月だし、と思っておったんだけど、やっぱりさ、すごいそこにめちゃくちゃびっくりするお客さんとかおるわけやね。いや、いますよ、そりゃ。なんか入ってきてっていうのも、視界に入って。二度見されるやつ。まあ二度見されたなって思いながらおって、でこうなんかこう近くをこうさ歩いて通り過ぎる時とかに見とるな、めちゃめちゃ見とるとかさ思うんやって。でめっちゃ見とるなと思って、やっぱそういうもんなんやなって。いやもうだって今はそうですよ思ってさ、すごいっすよ。だからなんか本当にそのおいそれと着れんくなった理由ってそういうところっていうか、ちょっとネームがでかくなりすぎというか価値が上がりすぎちゃったっていうか、前なんて別に全然普通に着て歩いとったし、もうクラブイベント行ってさ汗びちゃびちゃになったりとか全然しとったし、ファースト着てね全然やっとったけど、今はちょっとおいそれとできんなっていう、そういうもんになんかちょっとなってきとる。でももちろん話す気もないし、ただそうガンガン切れるのか切れないのかで言ったらちょっとずつこう切れないアイテムになりつつはある感じですよね。ちょっとその第三者の目がちょっとああやべえの来とるみたいな、なんかそのかっこいいじゃなくて、ああ確かにちょっとねっちょりしとるっていうか、これですかみたいな。そうそう。今買ってねえなみたいな。はい。まあでもね、その第三者からしたらどのタイミングで買ってどのぐらい着てるかわかんないですもんね。ただそれを着てるっていう事実があるだけで、で今の価値があったら、まあそうですよね。うわー儲けてらっしゃるって思われてもまあ仕方ないというか。ちょっとなんかそういうのはね、もうちょっとしんどくなっとるというか。ああ、なるほど。まああれですね、ヴィンテージの呪いですよね。そう。俺の友達が言っとったやつ。頑張って買ったけど、値段上がるかもしれんとか思ってきれんって。で、天井も見えんし、売れん。きれんし、売れんし。だから、面白くねっす。ヴィンテージ、面白くないっすって言ってましたもんね。でもなんか冷静に、なんか、そのね、みんなも考えてほしいっていうか、本当に、そうなってないかってちょっとなんかさ、あー、確かに。一回、思ってみてもいいんじゃない？ああ、はい。呪いのアイテム持ってないかっていう。そう。呪われてないすでに。いやでもあると思うな、最近で言ったら。俺はなんていうか、その呪い解けて今この状態だから。ああ、なるほど。はい。そっか、でも結構ね、呪われてる人今いると思います。おると思うよ。まあ僕はガンガンほら何でも使うし、その切れないものはいらない派なんで、僕はそんな呪い感じてないですけど、まあでもその話さないですけどね、売ったりしないんで、一度手に入れたものはほぼ僕はそんな呪われてる感じはしないですけど、まあ視聴者はね、おそらく多分その呪われとる人はさ、例えばこうなんかラック見とって「おこれかっこいいじゃん」って思ってパッて取った時に、例えば「メイドインチャイナ」って書いてあったのをこうタグ見た瞬間に「デケデケ」呪い戻すかっこええけど戻す。いやそうなると思う。いや確かにな、その呪いもありますよね。そうアメリカ製しか買えない呪いだからもうほら本当にそれが今もうなくなってきとる時代だから、なんかもうそのね90年代とかさ、まあなんなら2000年代とか、その中でも普通に「おかっこいいやん」ってめっちゃありますよ。素直にさ「いいやん」って思えるもんがやっぱあるはずだから、なんかもうそっちもなんかね自分のレパートリーの中に増やしていきゃいいと思うし、あとそのなんていうかその50年代60年代とかしか来ませんよっていう人たちがそういうもん着とってももうそういう年代のもん着とると思うから、確かにそれ思われるって分かった時、はいはい、めちゃくちゃ楽になるから。ああ、なるほど。はい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 。まあさ、あなたが来てるからそれをそれですよねっていう人になっちゃうというか。そう。昔ね、俺ボロボロの、うん、オールスターのハイカット黒。あ、はい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 。僕叩き汚ねえだけ。はいはい。めちゃくちゃエラーだと思われると。叩き汚ねえだけで。叩き汚ねえだけ。ほぼほぼ原稿なのに。原稿な。あ、原稿。マジで。マジで原稿のやつで、なんか深夜さんが履くと「わ、いいジャック・テイラーですね」ぐらいに思われてしまってたってこと。そうそう、確かにいい感じに汚いんだよ。じゃあそういうセンスもあるっすからね。でかかと削れとるからパッチも見えんし、そう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 、もうそれにしか見えんというか、だから雰囲気いいからさ、はいはいはい、お、雰囲気いいじゃんこれみたいな感じで買ったんだけど、今履きたいだけの、あ、はい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 、なんだけど、なんか「ヴィンテージのやつっすよね」って言われて「いやいや超原稿」「いやいやいや」ってもうただ汚ねえだけ、汚えだけで、その呪いからこう解放された方がやっぱり楽っすよね、絶対。だって「いいじゃん」が「いいじゃん」で終わんないじゃないですか、呪われてる人って。あ、これいいじゃん、タグなんだっけ、どこ生産だっけが乗っかってきちゃうじゃないですか。で、少しでもレールから外れてたら、ないなってなっちゃうってことですもんね。だからなんか、俺ももちろんそれは一応見るよ。いや、それは僕も見ます。そういうところは全部。でもよほどそれが気に入らんがやったら、もうこれよ。はい、確かに、はいはいはい、ちょんちょんっすよね、ちょんちょん、自分が着るやつは、はい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 、そって、それがわからなくなるんならもういいくないみたいな。確かに確かに確かに。だ、そこだけっすもんね、多分。そこだけ。だってかっこいいじゃんで終わればいいのにっていう。そうそう。もうなんか、まあちょっとヴィンテージ一生懸命買ってちょっとストレス溜まっとる人は、なんかストレス溜まっとることにも気づいてないと思うけど、ああ、でも、あ、まあ確かにそうかも。なんかちょっと一回それを、だからストレスじゃなくてこだわりって思う。てるとは思うんですけどね。まあそれ、まあいいか悪いかで言ったら別にその否定はしないですけど、もちろんね、そういう時期もあるし、そういう考えを否定することはないですけど、ただ呪いだよと思いますよね。めちゃくちゃ攻撃力強いけど呪われとる武器つけてますよ。そうそうそう。般若の面でパニック状態みたいになってますもんね、みんな。みんなあれ般若の面つけてるんですよ。ファーストとかってあれ般若の面ですからね。パニック状態ですから。だからあれをつけても混乱しないとこまでコントなんだよね。そう、混乱しない自分にならないと服に負けてますよってなっちゃうんだよね。だ、まあ今回の結論は皆さん呪いから解き離れてましょうって呪い解いてください。なんかね、その方が楽しいと。いや、楽しいのは絶対そっちですよね。かっこいいものを素直にかっこいいって思えて言えて身につけられるっていうのってすごい、そのノーストレスというか、だって我々は服好きじゃないですか。でかっこいいものが好きって大前提があって、そっから派生して、まあ、50年代のこのシャツのディティールいいよね、でも現行品だったりそのリプロものだったりでそのディティールが再現されていたり、そのシェイプの仕方が70年代のライダースに近いなだったら、全然年代関係ないですもんね。そこにはただかっこいいしかないというか、そういうのをもうちょっと分かってほしいな皆さん。なんかまあ楽しくなると思うんだけど、絶対楽しいっすよね、そっちの方が。かっこいい、かっこ悪くねえ、かっこいいかかっこよくねえかだけで見た方が面白いとは思いますよ。皆さんどうでしたか？金森親方。今日もおもろかっただろ。今日おもろいと思うわ。お前のためにしたわ。親方のために、しましたから、これは今回は。好きそうだからこの話。ね、ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。またいろいろお願いします。はい。で、今度こんな感じで、お別れしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。